えおはようございます。っか値額の久保です。なんかその積み重ねの大切さっていうのと、積み重ねの恐ろしさっていうね、まあ、この積むっていう意味には2つの意味があるんではないかなと思うんですよ。まあ、前回吉谷さんがね、まあ、100発100中はないよっていうことを言われました。私も同じような気持ちなんですよ。だからこそ数を打っていかないといけないと。私たちは100発100中できるほどの大物ではないので、マイケル・ジャクソンみたいにね、 一発ボーンとリリースしたらドカーンと1,000万枚みたいなことはちょっと無理なんですよでもそのマイケル・ジャクソンだってねその一発を打つために何千回何万回のステップを踏んできたわけですよ、ね、そう考えたらマイケル・ジャクソンも一発で当てたわけではなくって見えてないところで何万発も打ってきたとも言えるわけなんですよねさあ私たちはどんな積み重ねをしてるでしょうかそもそも積み重ねの積むという漢字なんですけどもこれはですね乃木編を使ってますので なんかね、こう農耕物収穫物そういったものを積み重ねて積み重ねてさらに上に積み重ねてさらに上に積み重ねてってことが漢字になったとされてるんですよまあですので積むっていうのは本当に数年単位で収穫物をどん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 ,どん貯めていって貯めていってめていって大きなものになるってことなんですよね電話帳のようにこんなペラペラな一枚でもね積み重ねるとがっつり太くなってもうそこにはね銃弾さえ 通ささななないよようう厚みを出すすすわけなんででねねあどうですか、ね、私たちはどんなものを積み重ねているんでしょうかもしくは積積みみ重重ねねてていいいけなもものを積み重ねているかもしれませんつまりこれはねどういうことかっていうと日々の努力の積み重ねや経験や知識の積み重ねはもう長い年月をかけてねものすごく硬いものになるんですよ。でも逆にですね何もやらなかったことの積み重ねっていうのは 何もできなかったことの自信になっちゃうんですよ。ね、変な言い方ですけども、これマイナスの自信です。どうせ俺はダメ、どうせやっても無駄というのは、いわゆるね、何もやらなかったことの積み重ねが生み出してしまうんですよね。でもどうですかね、吉田さん。私たちは少なくとも万という単位でこの YouTube に向き合ってきましたよね。だから千や二千の動画の作成で折れることはまずないですよね。 じゃあこれから何日以内に千本の動画を作ってくださいと言われたらいっすよみたいな感じですよねでもこの万の積み重ねがない人に対して千の動画を作ってくださいと言ったらそんなの無理ですよっていうふうにやりもしないで脱落していく人が多いんじゃないかなと思いますこれがあらゆる場面で言えるんじゃないかなと思うんですよ積み重ねてきた人の強さってのはやってきたという自信が実績にはならなくても やれるんだとといいう自信にははなななっているところなんではないかなと思うんですよね、うん、だから積み重ねるってことは、うん、結果的にそれが、ね、日の目を見なくてもここまでできるんだというまあ自分の内側への強さに変わっていくんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ですので失敗しても結果が出なくても次の積み重ねに自信を持って迎えるんではないかなと思いますけども対して積み重ねてない人っていうのはねそれによって結果が出なければ、まあ、当然出ないんですけども。 やっっても無駄だった、せっかく頑張ったのにっていうようなねこんな的外れの感想を持ってしまうんですよ。私たちは1,000やっても万やっても足りなかったらじゃあ10万100万やっていこうかなと思うだけなんですよね。だって単純ですよね同じことを繰り返せばいいわけですからちょっとずつの工夫をしながらずっと日々変わらぬことをやっている変わらぬことをやっている中でも変化を少しずつ工夫を少しずつ積み重ねていけば 最初の一歩とは全く違った千歩一万歩が出来上がることに私たちは気づいてきたんですよね。うん、まあそういう意味でやってみなくちゃ分からないっていうね本当に陳腐な言葉ですけどもそこにあらゆるものを積み重ねてきた私たちの考え方は、うん、やってみたら分かったことがこんなに多かったそしてまだ到達してないその積み重ねの中にどんな気づきや出会いがあるのかなと思って今からワクワクしちゃいますね。これから動画を 取り続けて10万本超えたら自分の心の中の変化はどうなるのかなとそれは1万本を突破した時のあの感動に似たものなのかな未知の世界ですね、うん、ま個人のアカウントで10万本の動画アップロードこれはもすでに実績がありますのでもう全然ねすごいことでも何でもなくってそこは当然行くべきところというふうな認識しかありませんけども皆さんいかがお感じでしょうか積み重ねること何か自分の人生で 何かを積み重ねてきましたかねそれとも何もしなかったっていうことを積み重ねちゃったんでしょうかうんどっちでしょうかだいぶ今後の人生にそれは作用するんじゃないかなと思いますけどもね積み重ねるの積むで今日はお話してみましたいっちゃいしょう